せてたじゃん。もう諦めちゃったの？もういたよ。ジョーがここいたよ。じゃあじゃあ、いいね。じゃあ、なとちゃん。ハンモック慌てて降りたら危ないよ。気をつけてね。あとね、足が。はい。アンズちゃんを誘うためにこのラブ&シオンくんにはおやつが振る舞われました。その様子をアンズちゃんは見ているでしょうか。手であげられるんだけどね、差し出したら来るかな。あんずちゃん、どうかな。チュールだよ。チュールチュールちゃん、チュールチュールチュールちゃん、チュール、はい、じわじわジャン君が近づいてきます。はい、ジャン君食べる？ここだよ、ここだよ。ほら、降りてきて。こぼれそうだよ。あ、はい、うん、できた。あ、向こうから出てきましたよ。あ、アンズちゃん、アンズちゃんも食べたい？そしたら、うん、あの、なんだっけ、もう一個ポンちゃん用にお皿に入れたのがあるのね、うん、それを、あのケージの1階に置いてみようかと。アンズちゃん、はい、アンズちゃん来たよ。はい、アンズちゃん、はい、はい、どうぞ。あ、ジャン君、はい、ジャン君はここで食べています。ジャン君、後ろ足テーブルの上なんだけどすげえ、ちょっと変な感じだけど、変なポーズ、変なポーズじゃん。はい、ジャン君、はい、ジャン君まだあるよ、ほら。シャー言わないであげてくれる、今は。アンズちゃん、そこにあるよ。食べてごらん。そこそこ。気がついたね。遠くに入れればよかったかな。はい。体入ってくれないかな。足が入ってない。そうなの。ジャン君、これまだちょっぴりあるよ。ちょっと入ってくれる。でもちょっと早くだと入ってくれないかなと思って。はい、ジャン君おいで。冒険始まっちゃうかな。僕が入ってた。キリとキリの間に。そこが手打ちになっちゃうかな。
っとこうか。ちょっと奥目の。そうだね。人がそこをうろうろして大丈夫かな。でもちょっと一等しなかったの。遊びで誘うかな。このたまたま系は遊んだっけ。持ってあるジャンク食いついちゃって。はい、ジャン君気がつきました。近くにジャン君がいるのでジャン君も気になってる。ラブシを釘付け。今度はポンちゃんが問題を起こしそうだね。
急に食欲が止まる。ただお尻が完全に出ています。ほっといて自分で外とケージの中が同列になったら本当は最初の目論見通りなんだよね。まあ待つしかないかな、この感じだと。あのこれでさ、扉閉めて閉じ込められた感が出ると外の方が面白かったっていうことになっちゃうと。やっぱりご飯を2階に置きっぱなしにしましょうか。で、ここは開けた状態でしばらくシャンプーたちとの残ってる、まだ少し残ってるから、私も入ってくれるかなって思ってるんだけど、お尻が入らないようにしながら食べてるね。逃げる準備をして、でもケージは安心な場所だと思ってると思ったのね。そうだね、ただ逆に言うとケージしか知らないからっていうのがネックだったかな、うん、やっぱり変われるようになるまでは研究から出しちゃいけないっていうことなのかね。他に逃がせられてる。ほら、ケージの中は楽しいでしょ。楽しいね。もうちょっと仲良くできるようになったら完全に外に出してあげるからね。